機201下流機201の側面付き201は第二次世界大戦末期に大日本帝国陸軍によって計画されたジェット戦闘襲撃機。機201は機番号、通称は下流。開発は中島飛行機。機201下流は日本陸軍初のジェット機として計画された。この機体は海軍の立花と同様に 同盟国ドイツのメッサーシュミット目262戦闘機を参考にしている。このため本機の基礎型は三角形の胴体断面、双発エンジンのよく可倦化方式など目262に酷似している。しかしスケール的に下流は目262に比べ一回り大型で、逆に立花は小型である。海軍の立花が計画段階から機関砲を一切装備せず、 対艦攻撃のみを考慮に入れ武装は、唯一爆弾のみであったのに比べ、陸軍の下流はあくまで搭載した4本の機関砲により、アメリカ軍のボーイングビー -29、爆撃機迎撃を任務とする防空戦闘機、及び爆弾や多弾にて、連合軍の艦艇や地上部隊の襲撃を任務とする襲撃機を兼ねた戦闘襲撃機という位置づけがなされていた。 そのために本軍が計画した純粋なジェット戦闘機としては本機が最初で最後である。機体設計は中島が担当し、機体とエンジンは1945年に図面の完成にこぎつけた。量産は第21製造省で開始され、第1次試作機は18機を製作する予定であった。エンジンは2タイプあり日立航空機と石川島飛行機製作所が担当したが、 終戦により完成に至らなかった。2015年6月、中島飛行機三鷹研究所の跡地にあたる国際、キリスト教大学キャンパス内で試作品とみられる、ステンレス製のジェットエンジンが発見され、調査の結果下流に搭載予定であったエンジン、ネ230の部品の可能性が高いことが判明した。計画値、ありがとうございます。